はい、ワードツー、見えてる？あれ、見えてます？来てるかな、映像。大丈夫かな？映像来てますか？映像と音声来てますか？はい、ワードツー。はい、ワードツー。お疲れ。映像来てる？あ、上弱ちゃん、付箋ありがとう。来てる。マルーンワード2、お疲れ。いや、もう何が何だか分かんないし、ガチ勢が来そうで怖いよね。はい、ファブキチさんワード2。いや、もうよく分かんねえわ、本当に。配信難しい、本当に。ワード君寝た。ワード君寝た。ワト君はじゃねえよ。体力の消耗がめちゃめちゃ激しいから。もうちょっと雑談したら寝るよ。ちょっと雑談したら寝る。あ、ありがとうございます。頑張ります。はい。でも閲覧が上がらなくてアイテムが上がるって不思議じゃない？だから俺思ったけど、やっぱり、俺は本気でそれ思ったね。いや、ワド君化けると思うよ。要は、食わず嫌いで、ネタでやってるの分かんないで気持ち悪っつってブラウザバックしてるっていう構造の仕組みが分かったの、俺は。構造の仕組みが。生理的に無理っつって、見てないだけなんだよ。化ける可能性あると思うよ。ちゃんと継続して続けたらね。あ、揚げたつさんありがとうございます。いや、あれはじわじわ来るからね。多分ね、途中でブラウザバックしちゃうんだと思うよ。俺のリスナーは。気づいてる人は気づいてる。それが誰にはまるかだろうね。バズがどこで起こるかっていう。パフェありがとうね、揚げたつさん。でも、困るよね。普通の雑談で稼げないで、ワド君で稼げるようになると、ワド君メインコンテンツにするしかないかんね。俺もうワド君でやってこうかな、このまま。ワド君でやってっていいっすか、今後。もう限界を感じ始めたんだけど。配信難しい、もう。あれがメインキャラクターになったら終わるぞ、俺。もう仕事として割り切ってやっていこうかな。ビジネスとして。ワド君がもう少しお利口さんならいいけど怖いっつって。 ダメだよ。設定崩しの方にね、シフトしていったらね、終わるんだって。そっちの方が楽しくなるとね、ダメなんだよ。違うよ。そこにとらわれちゃってるんだよ。違うんだよ。普通のコメントがもうフィルターがかかっちゃってんだよ。あれはだから2周っていうかね、3周4周していかないと。ただあれだよな、配信者から突かかってきたら怖えよな、マジで。本当に怖い。もう少し相関図が欲しい。相関図を探っていくのが本来の配信なんだよ。本来の配信は、この人何なんだろうって興味持って相関図を手に入れていくゲームなんだよ。相関図を。で、相関図が分かったイコールハマっていったっていうことなんだろうね。多分ね。まあでも面白いよな。コメントが止まらないかんね。何なんだろうね。不思議。配信は本当に。新キャラ小出しにしてってください。なんかね、結構、なんかそのバンドマンの時に打ち上げでよくやってて、朝までこういうことばっかりやってたの。これをみんなでやるみたいな飲み会があって。そうだから、シャイニーもそうなんだけど、ワド君もそうなんだけど、なんか悪ふざけなんよね、やっぱね。楽しいのはね。そう、いろいろ作っていこう、いろいろ。 だって俺この前シャイニーやったの、シャイニー忘れたもんね、設定。
朝までずっと、新しいガンダムのパイロットっていう設定とかをやっていくの。新しいガンダムのパイロットをやろうっつって、わかったっつって、5、6人で飲んでて、じゃあお前主人公な、みたいな。和道さんの雑談、米聞き入ってしまうから米忘れます。本当はね、だからね、実は、その、コメントが書きやすくなる方法って分かってて、単発で喋るっていうか、単発で切るっていう方法をやんのよ。なんつうんだろう。要は、コメントをするようにやるの。俺が説明口調だから、コメントが止まりやすい配信なんだよね。だから本来は、このスタイルでやるんだったら、ドルさんみたく突っ走って、こう、バーって喋っていくスタイルでやらないといけないんだけど、だからなんとかだよって言い切っちゃうのが実は正解なんだよね。はい、ワード2やなラッキー。そう。で、あと、その面白いけど、ワドくんって何なのかっていうと、荒れないでしょ。あんだけ長時間やって荒れないのはなんでかっていうと、アンチの属性の人が嫌がる放送のあれって。アンチの人が出てもすぐいなくなるでしょ。だからね、あのやり方はね、だから正解なんで、ある意味。その、囲われてる人のところでは、アンチコメントって生まれないの。そう。だから来てもすぐいなくなるでしょ、自然と。だから、その技法としてちゃんとあるのよ。そう。だからどんどんガチガチに囲われていくっていう。うん、雑談配信は叩かれやすいからね。うん、でもサブアカでやっていいんだったらサブアカでずっとあのキャラ続けたいよな、本当に。どうしてもこのアカウントで何個もキャラ使い分けてると限界が来るよ。だって、ワドくんやってて多分ガチの人来ちゃったら、その人を裏切ることになるじゃん。え、17歳じゃないのって言われた時、変身しようがないもんね。何このヒゲもじゃもじゃの赤い髪のハゲたおっさんってなるでしょ。寄り目じゃんってなるじゃん。だから、やっぱりイケボ配信やる人は顔出ししないの鉄則じゃん。やらないじゃん、絶対。あれは夢を壊さないようにしてんだよね。俺、だからイケボ配信者の人とか会ったことあるけど、ガチの人来ないと思う。いや、俺来ると思ったよ。来ると思うよ、あれ。あれ、ああいうの続けて1ヶ月やったら来ちゃうよ。要はサムネとネイルとか全部入れ替えんの。要は、俺のアカウントだからバレちゃうだけで、わかんないと思うよ、多分。そう、キャスとかでやったら。あ、キャスでやろうかな。だからまあ、うまいよな。本当に。ワドくんの配信終わった時のワドさんの画像がじわりました。じわるよね。わかるよ。俺もじわる。ギャップがすごいよね。ディズニーランドの帰りに吉野家食うみたいな、そういうなんか安心感。なんで、なんかディズニーランドの後にね、牛丼かき込んでるみたいな。なんだろうね。別枠つけて、そうそうそう。多分ね、でもね、別アカウント作れないはずなんだよね、ふわっちは。別アカでやってる人がいないから。大手でも存在しないでしょ。だから多分ね、禁止されてるんだと思うんだよね。多分別アカ作れないんだと思うよ。規約でダメなんだろうね。別アカでここで、別アカでここでできないのかな。ダメでしょ。やってる配信者がいないってことは。多分別アカダメなんだよ。同じアカウントだから面白い。まあまあ、それもあるけどね。うん。それもあるよね。確かに。いや、今日、仮眠したんだけど、めちゃめちゃぐっすり寝れたわ。お風呂にゆっくり浸かって、体ポッカポカにして、釈迦握りしめながら寝たんだけど。すげえ気持ちよかったな。なんか
何時間ぐらい寝たんだろう。曜日を決めるとか、ワド君たまにだからいいよね。たまにか。やるんだったら決まった時間で決まった30分ぐらいがいいと思うんだよね。疲れてたっていうかね、なんかね、やっぱね、昼間5時間配信して1500円しか稼げなかったの。で、結構、一昨日か昨日か一昨日か忘れたけど、それから雑談が全然できなくて、自分のペースが悪くて。で、すごい悩んでて。で、やっぱりそういう時ってさ、売り上げも落ちるんですよ。で、1500円とかになるでしょ？で、ワド君やったら、多分、7000円ぐらい稼げちゃったの。なんなのってなるでしょ。和道リスナー、どうしたいのってなるでしょ。そう。もう、俺、ワド君に生まれ変わろうかなっていうさ、そう。何を求められてんだろうっていう。もう閲覧いらねえわって思うでしょ。閲覧200あって1500円なのと、ね、5時間やって閲覧200で1500円ですげえストレスがかかって喋れなくなってどうしようっつって悩んでるのと、ふざけて遊んで閲覧30だけど7000円稼げる枠どっちがいいと思う？ストーリーに乗っただけですよ。いや、わかるけど。悲しいでしょ。絶望的だよね。でもまあ、イケボ系の配信は閲覧やっぱ上がらないよね。それはね、構造上そうなんだなっていうのがよくわかった。そう。ワド君の需要。どうなんだろうね。まあ、わかんないけど。でも、まあまあ。まあ。面白いよね。ネタって今花火かなって合いの手。そうそうそう。要はね、それがすごい重要なのよ。実は。要は雑談配信者ってアイテム投げるタイミングってわかんないんだよ。そう。だけど、ネタとかわかりやすい人ってアイテム投げやすいんだよね。だからアイテムを投げやすい空気なんだよ、多分。それは感じた。だからまあいろいろ仕掛けてて、アイテムエフェクトとかいろいろ考えてんだけど、俺がまだ1年やってふわっちに対応できてないっていうのもすごいよね。わかるわかる。俺だってもうずーっとニヤニヤしながらこうやって喋ってるからね。こうやってニヤニヤしながらこうやってやってんだよ。半笑いで。すごいでしょ。もっとシュールな映像だよね。副音声で映像を見せたいぐらいだもんね。引きの定点カメラで。すげえ、こっちの方が全然面白いよ。うわー、これめっちゃシュールだわーと思う。でも、多分、イケボ配信者やってる人って全員そうなんだなと思ったよ。すげえなんか適当な格好して暗い部屋でイケボやってんだろうな、みたいな。親フラとか気をつけながらやってるんだろうなとか思うとめちゃめちゃシュールだよね。あ、ビットコイン大暴落してるな。すげえな。なんだろう。いや、福神漬けのタレの振りはずるいでしょ。いやー、配信って奥深いな、本当に。もう一回お風呂入ろう。これも30分で終わりにするわ、あと15分で。女性はカラオケタタでメルヘンチックしてる方いないよね。女の子がだからおっぱい出すのっていうか、エロ系とかアイドル系の配信者やるじゃん。可愛い系で寄せていってる人っているでしょ。それが男でいうところのイケボジャンルなんだと思うよ。モナコインも1400円のになんだ。超怖えな。だから、男のイケボ配信と女の子のおっぱい谷間見える系の可愛い顔した配信は同ジャンルだと思うよ。いや、キャラクター演じる系だと思う。まあ、誰とは言わないけど、大体わかると思うんだよね。リスナーさんだったら。
ただまあ何が面白いってネタだと分かってるはずなのにフォロワーがガチで減るっていうのが本当に面白いよね。何回やっても減るからな。多分ついてこれないんだろうね。ついていけねえわってガチで思う人がいるんだろうね。ていうかさ、でもさ、マンスリーランキング見てるとさ、イケボ系の人落ちてきてるよね。アイラ、テレチャンピン、ご隠居さんってなってるもん。だんだん、顔出し配信者が上の方に来るようになってきたから、なんか時代変わったなぁと思うよ。本当に。昔はね、イケボ配信者しか上の方にいなかったんだけど。何なんだろうな、この現象は。ちょっとよくつかめないっていうか、傾向やっぱトレンド早いよな、入れ替わりが。誰が生き残るかとかもないし、トレンドがバンバン入れ替わるから、財布が尽きた。すいません、たくさん投げてくれてありがとうございます。面白い。そんな分かんないよね。さ、だってさ、福神漬けの材料なんですかっつって、材料答えても滑るし、材料を言わなくても滑るわけじゃん。すげえ振りって難しいぞ。いや、大根ですって言って何が面白いんだって話でしょ。すげえね、なんか将棋を指してるみたいな、ワド君やってる時に。リスナーとなんか言葉の将棋の詰将棋やってるみたいで、なんか、福神漬けの材料みたいな。335みたいな。35飛車みたいな。よくわかんないけど。え、これって乗っかって大丈夫なの？みたいな。これもらうでしょ、事故るでしょ、お互いと思って。いや、困らせたいっていうかさ、さ、のんちゃんものんちゃんで、なんか間違った乗り方してくるしさ、パンケーキに なんだっけ、お好み、おたふくソースかけるんですってさ、多分ワッフルに福神漬けにかぶせてきたんだろうけど、どうしようってなるよね。そう、難しいんだよ、やっぱ。キャラものって、だからもう30分が限界だよな、やっぱ。やっぱ、長くやる人いないもんね。ボロが出ないようにしてるよね。ありがとう、マルンさん。ハート10個ありがとう。嬉しいです。うわ、マルンさん。ハート10個、ありがとう。アホだろ。風船ありがとう。嘘だろ。うわぁ。風船ありがとう。面白いよね。ミッキーマウスの中のおじさんだから。ミッキーマウスの中にいる小さいおじさんだからね。いや、きついだろ。いや、でもみんなきついはずだよ、多分。イケボ配信者って。どんなにイケメンでもきついんだよ。だからアイラとかも顔見せないのうまいよな。小窓で俺？ワイプで俺がいたらね、どうなるんだろうね。でもそうするとまた俺の雑談になっちゃうかんな。難しい、本当に。やっぱディズニーランドは徹底して魔法の国だって言い張るのが、やっぱ才能なんだよね。なんか結構その意識してるのが、そのときめきメモリアルなんだよ、俺の中で。そのさ、ときめきメモリアルとかって声出るじゃん。だけど、すごい文章が短かったりするんだよ。その、寥々の関係で。で、なんか、すごく短いんだけど、テンプレートみたいな答え返してくるじゃん。あれはすごい意識してやってんの。テンプレートのパターンの答え、そう、決まった
行動をすると決まった答えが返ってくるみたいなのをすごく意識しながらやってて、そう。その、チープな、その、プレイステーション1ぐらいのスペックっていうのが俺の中のテーマなんだよね。だから、その、長く喋らないっていう。その、裏設定としてはね。だから、そのパターンから外れると、わからないっていう、その、早く大人になりたいの、そのパターンが、コンピューターが弾き出すっていう。そう、決められた質問しか答えないっていう。そう、そういうノリでやってる俺は。俺はプレイステーション1のスペックだっていう。プレステ1だぞっていう。なんか顎痛いな。ああ、でも旅配信再開したいな。マジで。ちょっといろんなところ回りたいな。そのベルギー行きたいじゃないけど、本当に。やっぱ、その全国各地で旅したい。まあね、のんちゃんには、旅ね、応援するって言ってもらえてるから、時期が来たらやろうとは思ってるけど。私的には福神漬けの材料なども聞き直してたこと、だからそうなんじゃん、え？だからそう言ってんじゃんに言われた。 あれはね、友達から教わったことで、すっごいお笑いにうるさいやつがいて、本当にトーク、多分もう石川紀之超えるっていうぐらい地元に面白い喋りのやつがいんのよ。そいつ芸人目指してたことあったんだけど、下手したら本当に芸人さんよりも面白いのよ。頭の、その言語性 IQ が高くて。で、そいつに言われたのは、わざとらしくゆっくり3回同じこと言うとウケるよっていう、そのパターンがあるらしくて。ウケるパターン。2回言うと滑りっぱなしなんだけど、3回目にウケる法則ってあるんだよって。そう、そいつから教えてもらったんだよね。滑ると思ったら、ゆっくり3回繰り返せって。1回目が事故ったと思ったら、3回言えと。そう、なんかいろいろあるらしいね。その笑いを誘うパターンっていうのが。くどいわっていう。そう。そう。何でも適用するんだよね。それは。どんな法則にも。どんな言い方、ゆっくりと3回言うと面白くじわるんだって。何なんだろうね。そいつが編み出した理論なんだけど。そいつ面白いんだよな。生主やったら稼げんのにな、そいつ。でもな、やっぱりオーバーリアクションって大事だなって思うよね、本当に。オーバーリアクションの大事さ。こう、アイテムをもらった時に過剰にやるっていうのはやっぱ大事なの。おい、解放お疲れ、こんばんは。それ見て投げたくなるのはあるんだよ。そう、パターンがハマるとそれ見て投げたくなるっていうの絶対あるから。そう、それずるいんだよね。俺セクシンゴなんか毎回見てて思うもんな。その花火一発のリアクションの凄さで、あの人はそれを狙ってやってるんじゃなくて本気でやるから。 だって月数百万稼ぐのにさ、花火上がった時すごいリアクション取るじゃん、しんごさんって。あれ見ててプロだなと思うもんな。狙ってやってないんだよね。ほっ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 ってやるもんね。
何回見てもあれはすごいと思うもんな。マジか、わってやるもんね。花火だ花火だとかやるもんね。あれは伝統芸だよな。何々さん朝まーってやるもんね。すげえよな。多分ね、そのリアクション見たさで投げちゃうもんな。お金に余裕のある人とかね、ファンの人だったら、いや面白い世界だよ。くどいお礼は引いてしまう。どこまでがくどいのかな。俺結構さらっとしてる方だから、おいありがとうみたいな。俺はもうあっさりタイプだね。むしろなんか冷たすぎないっていうか、なんか過剰にやらないね。だからそのなんつうの、ワド君の時は過剰にできるっていうか、そのこれだろっていう、その俺からすると、だからあれはその嫌がらせなんだよね。嫌がらせっつうか、なんつうんだろう、皮肉っていうかさ要はもう小バカにしてるじゃん完全に、アンチテーゼだよね、でも面白かったのが、キツネでも全く同じ現象になったっていうのが面白かったな。もうサムネイルで食わず嫌いしてるんだろうね多分ね。2人ぐらいしかいなかったもんな。まあそんなもんなんだろうね。だから結構画面の作りとかって大事なんだなっていうのはすげえ勉強になった。まあそうだよね、ニコ生やってた時からおっぱいの釣りサムネとかいっぱいあったもんな。でクリックしちゃうもんね。ワド君の声かわいいよね。あのね、ベッドの上ではあんな声だよ俺キモっていうねベッドの上ではもう本当にもうニャンニャン系だからペンペンはこんばんは、ワドツ、本当に猫、イケボってね、マイクの性能なんだよ結局。ま、声が近いかどうかなんだよねマイクが。まあ、どうしても俺が発音下手だから、息が荒くなっちゃうっていう問題点があるんだけど。ひどんながアイテム反応薄い時は減ってる。あ、そうだと思うよ。だから、リアクションに全振りできるやつが強いと思ってる。その、アイテムが飛んだ時のリアクションに全神経かけるみたいなやつが、やっぱ飛ばれやすいと思うね。カミカミのワド君、あれはね普通に疲れてんの噛むんだよ普通に疲れて噛むんだよね。要は自分の中にないものを出そうとするわけじゃん、引き出しがそうじゃなくて、そのワンターン考えないといけないから、ゆっくり喋るのもそれだし、だから急激な振りってやっぱその難しいんだよ。そのなんて言うんだろう、だからジ・アルフィーとかもさ、その何部なのっていう、何部から面白いオチをその喋りながら計算してやんないといけないんだよ。でその何部なの軽音部で何のコピーバンドやってるのアルフィーだと面白くなんないじゃん。だからそこにエピソードをつけていくわけでしょ、喋りながら。すげえむずいよ。そうそうそう、憎めなくなって応援するんだよ。だからまあ配信はやっぱり愛された方がなんぼだね。じゃあ皆さんありがとうございました。今日は寝ます。おやすみなさい。お疲れ様です。楽しかったです。ありがとうね。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。